フリースタイル55キロ級の準決勝です。日本の田辺力、青のシングレット、赤がアメリカのステファン・アッバスです。日本期待の田辺、決勝進出へかけてアッバスとの対戦、6分間の試合が始まりました。青のシングレット、日本の田辺、低い体勢、アッバスはガブリを狙っているか。高田さん、はい、さあ期待の田辺、準決勝です。そうですね、アッパス選手それといった特徴のある技を持ってないんですけどもね、はい、相手を動かしてですね、かき回す戦法は得意ですよね、はい、盛んにいろいろ仕掛けてきています、はい、赤のステファン・アッパス、さあ冷静に相手の動きを、そしてコントロールするか。田辺選手、はい、相手の肘取ってますからね、まあ、とにかく先取点ですよね、はい、マットの中央、青のシングレット、161センチ29歳、日本の田辺氏から昨日の準々決勝まで勝ち上がりまして、今日の決勝、準決勝に駒を進めてきました。決勝進出をかけてのベスト4の争い。さあタックルに来たアッパス、アッパスがタックルに来る、懸命にこらえる田辺、まあ、ワンポイント抑えたものですよ、はい、ワンポイントで無理しないで、まずアッパスがワンポイントを取りました、バックを取りました。ここからしっかり守りたい、はい、グラウンドでポイントやると致命傷になりますからね、はい、アッパスは足を狙っているか、胴のあたりに腕を絡めてきた。田辺は懸命のディフェンス、いいです、膠着状態が続きますとスタンドに戻ります。スタンドです。まずアッパスワンポイント。レスリングは6分間の試合の中でどちらかが3ポイントに達しない限り勝敗は決しません。3ポイントノルマ制、まだアッパスはワンポイントだけです。田辺はどういう狙いをなんでしょうか。やはりグラウンドに持ち込んでて得意なアンクルがかかるかどうかですね、はい、それから今肘を盛んに取ってくぐろうとしてますからね、相手身長があるんでですね、懐に飛び込まないとタック取れませんからね、はい、なるほど、はい、田辺は今のくぐりですね、はい、得意のアンクルホールドで昨日の予選リーグの初戦、シドニーのチャンピオンアブドゥラエフを下しました。さあその田辺にチャンスが来るかどうか。第1ピリオド2分が経過しました。1対0アッパスリード。攻めてもらいたいですね、はい、あ逆に今、青にパッシブが来るか、今青パッシブを取られました。田辺がパッシブを取られました、まあ、ここは、はい、落ち着いたの方がいいですね、絶対ポイントやらないことですね、グラウンドで、はい、アッパスが試合有利な形で有利な体勢で試合を行います。パーテールポジションから、さあしっかり守りたい日本の田辺。第1ピリオドはまもなく残り30秒になるところ、アッパスが横に回りました。足を決めに行きます。しかしここはしっかり守りたい日本の田辺。力はありますからね、外国選手は。大丈夫です、大丈夫です。しかしこれは大丈夫です、体は返っていません。もう一回来る、もう一回来る、どうか、どうか、まだ返ってません、返ってません。田辺が今度は懸命にディフェンス、はい、これ逆の体勢、はい、ここはスタンドに戻ります。スタンドに戻りました、しのぎ切りました、はい、第1ピリオドは残り9秒です。ほとんど時間がなくなりました。アッパスがまずワンポイント先制しましたが、その差はまずわずかに1点です。ここで第1ピリオドが終わっています。奥さんの千穂さん、そして長女の夢香ちゃん、長男海星くん、家族もこのスタンドで声援を送っています。こちらアッパス、ご覧のように3連勝でこの準決勝に駒を進めてきました。田辺はとにかくアブドゥラエフに初戦で勝って、はい、そうですね、昨日の準々決勝はテクニカルフォール勝ちですからね、はい、ただ、ま、昨日の試合が終わった後、本番は明日ですというふうに田辺は話していました、はい、その準決勝です。第2ピリオド、さあ残り3分の勝負です。田辺も1回その、はい、中に入らないとダメですね、懐に、はい、仕掛けていきたいところです。あそこからくぐりを狙ってると思うんですけどね、はい、フェイントをかけてアッパスが出てくるところ、カウンターを取るのも田辺は得意です、はい、日本期待の田辺、田辺選手得意な、はい、腕を取ってからの飛行機投げを狙ってるんです、あー来たか来たか、うんと惜しいですね、惜しいです、今飛行機投げの体勢入りました、はい、ただアッパスも受けました、体柔らかいですね、まあ、ああいう技を見せると相手怖がりますんでね、はい、アッパスは26歳、田辺29歳、はい、攻めてパスイブもらいたいですね、攻め続けていけば、はい、今レフリーから赤に、はい、もっと攻めなさい、ね、バックを取られた、バックを取られた、2ポイント目が入りました、アッパス2ポイント目、ただまだ2ポイントです、3ポイントノルマには達していません、
さあ田辺、ここは辛いところ、ね、田辺は辛いところです。ここでスタンド、今ちょっと気抜きましたね。あ、そうですか、一瞬の隙、はいはい、バックを取られました。さあ2対0になりまして残り2分を切っています。日本の田辺からアメリカの26歳、現在フレズノ州立大学でアシスタントコーチをしながらトレーニングを続けているというステファン・アッパス、対する日本の田辺から、シドニーが終わった後は一旦第一線から退くことを考えたんですが、長男の海星くんが一昨年生まれて、その2人目の子供にも戦っている姿を見せたいと、はい、ここは第一線に戻ってきた田辺です。はい、現在得点は2点、アッパスがリードしていますが、アッパスパッシブで、さあ田辺にチャンスが来ました。ここでアンクルフォールですね、時の、はい、田辺にチャンスが来ました。アッパスパッシブを取られましてパーテールポジション、さあ田辺のチャンスだ。ここで逆転のアンクルホールド出るか。シドニーのチャンピオンを破ったあのアンクルホールドが出るか。田辺からさあ足を決めに行く、足を決めに行く、さあアンクルホールドの体勢か。まず右足を決めました。真っ先で、真っ先から、今度はまた先か。ローリングをまず返してもらいたいですね、はい、さあポイントを返していきたい。残り試合時間は1分になります。チャンスですよ。右足を決めています。さあ田辺今度は足を決めてローリングの体勢か。あっとスタンド、厳しいですね、はい、まだまだでも 2-0 でも分かりませんからね、はい、まだ3ポイントのノルマには達していません。2対0で残り試合時間が50秒を切りました。残り45秒になりました。青のシングレット、日本の田辺、シドニーでは10位に終わりました。今回は周りでお世話になってきた人たちのために金メダルを見せないと話していたが、おっとアッパスのタックルだ。まだまだのポイントです。アッパスのタックル来たが、田辺懸命にこらえる、懸命にこらえる、あーっとバックを取られた。3ポイント目が入ってしまった。残り20秒になります。3ポイント目がアッパスに入ってしまいました。準決勝田辺、このままアッパスに敗れてしまうのか。残り15秒になりました。さあ早くスタンドに戻りたい、戻りたい。残り10秒、ここでスタンド。あー、うまかったですね、今のね。残り8秒です。残り8秒。さあ田辺に残された時間はあと5秒になりました。さあ一発逆転の王座を狙う、時間がない。うわ、田辺準決勝で敗れました。アッパス決勝進出、田辺は3位決定戦に回ります。アメリカのアッパス、タックルを3回決めまして、3対0で日本の田辺を下しました。田辺残念ながら決勝進出はなりませんでしたが、田辺にはまだ3位決定戦が残っています。そうですね。フリースタイル60キロ級予選第6組、日本の